ミネ温泉は、静岡県鴨郡群津町にある温泉。ミネ温泉は7軒の宿がある、小さな温泉。川津川沿いに、日帰り入浴施設、踊り子温泉会館と、豊泉の足湯所、渋谷区の保養施設川津桜の里渋谷などがある。踊り子温泉会館は、この辺りが、川端康成の名作、伊豆の踊り子の舞台となったことから名付けられた。正面玄関の上には、 踊り子の絵が飾られている。施設には、お風呂の他に持ち込み OK の休憩室や、リフレッシュルームなどがある。豊泉の足湯どころは、河津川の土手沿いにあり、9時16時で利用可能。利用料無料。昭和初期の大噴油奈良時代、放棄10年この界隈には切れた冷泉があり、勝負、柿椿などが、二色織りなす。美しい、この里を。 花田の湯と称し、多くの瞑想、武変が良くしたと今に伝えられている。その後、汝とはなしに荒廃したが、伝説と化した、花田の湯の復興すべく、大正11年、この地に住む稲葉時太郎は、峰一帯を、花といで、湯の号二千と、当時30歳の情熱を一途に、温泉採掘に打ち込んだ。4年後の大正15年11月22日正午。 火山噴火のごとく、一大爆音とともに、大噴油は誕生した。地響きを立てて吹き出た熱線は、この時ざに50メートルの天空を突き刺したと言われている。また大噴油の前には、天に向かって合掌をしている時太郎の姿があったと今に伝えられている。現在では周りへの影響を考慮し、吹き上げの時間も量も絞っているが、その勢いは未だ衰えることはない。 吹き上げ口を絞らない限りいつでも摂氏100度の温泉が地上約30メートルに達し、依然活発な自噴を続けている。地上約30メートルまで吹き上げる自噴泉が楽しめる。2009年2月1日オープン。入場無料。駐車場は13台駐車料金1回700円台。噴油のイメージキャラクターには噴闘君なるゆるキャラが使用されている。大噴油。 卵作りコーナー9時30分、10時30分、11時30分、12時30分、13時30分、14時30分、15時30分、1日計7回。1回の吹き上げは1分間ほど、月、水、日、土日曜日の週5日、ありがとうございます。